アパートで聞いた話、小川未明。そのおじさんはいつも考え込んでいるような優しい人でした。少年はその人の部屋へ行きました。何かお話をしてくださいませんか？と頼みました。どんな話かね？とおじさんは聞きました。どんな話でもいいのです、と少年が言うと、おじさんは次のような話をしてくれたのです。2、3日前の新聞にあったが、町の中央へビルディングができるので、地を深く掘り下げていると動物の骨が出てきた。それを学者が調べて、およそ2万年も前の人間の骨で、まだ若い20歳前後の女らしいが、多分波に漂って岸に死体がついたのだろう。この町のあるところが当時は海岸であったのがわかるというのだ。この記事を見て私は考えさせられた。ヤマト族よりもっと先に住んでいた民族であろう。そのような遠い昔から人類は悲しみや不幸というものが付きまとっていたのを知ったからだ。いかなる災難か、また悩みからで、その女は死んだのであるが、若い身でありながら、人生の喜びも楽しみも十分知らずして死んでしまったのだ。幾十世紀かの間には、海が陸となったり、また陸が海になったりして、驚くような事実があるに違いないが、それよりも人間の生命の儚さというものをより強く感じられる。そしていつの世でも一生を無事幸福に生きるということは容易なことではないらしい。このアパートの下の部屋にいる娘さんをご覧。勤めに出るときはお化粧をして、その風が立派なので、人目には生き生きとして美しく映るので、さぞ愉快な日を送っているだろうと思うけれど、家へ帰って仕事をするときの姿を見ると、疲れて顔色が青いじゃないか。母親が病気で長く寝ていては、自分は気分が悪いからとて、休むことさえできないのだ。夕べもこの窓から大空を眺めると、数えきれないほどのたくさんの星の群れだ。それらの星が、思い思い美しく光っている。なんとなく、見ていて羨ましい。おそらく永久に夜ごと、こうして散乱として輝くことだろう。それなのに人間だけはどうしてこんなに儚いのだ。私は思った。人間には自らを守り、相手を尊ぶという美しい道があったのを忘れたからである。それで破滅を急ぐような自殺をしたり、戦争を起こしたりするのだ。自然界に法則があれば、人間界にも法則がある。どの星を見ても、誇らしげに、また安らけく輝くのは、天体の法則を守るからだ。もし星が軌道を誤ったなら、瞬間にして砕けて散ってしまったろう。おじさんは、星を見るのが好きですか？と少年は聞きました。私は子供の自分、星空を見るのが何より好きだった。神様の描いた絵でも見るようで、いろいろ不思議な空想にふけったものだ。どうもありがとうございました、と少年はおじさんの部屋を出ました。次に少年は元気な朗らかな青年に話を聞こうと思いました。お兄さん、何か話をしてください、と頼みました。どんな話だい、と不意に言われたので、彼は驚いて少年の顔を見ました。何かためになるような、と少年が言うと、青年はうなずきながら、それなら感心したことがあれよ、それを聞いてもらおうか、と前置きして、この間賑やかな町の通りを歩いたのだ。狭い往来を自転車が走り、自動車が通り、時々道幅いっぱいのトラックが行く。その上人間でごった返していた。実際どこもかしこも人間ばかりだという感じがした。両側の店では、互いに同じような品物を並べて競争し合っている。どこを見ても、ただ自分だけは生きなければならぬと焦っているので、少しものんびりしたところがない。
もしお互いに気持ちを変えて生活を新しく出直しでもしなければ、人間は死ぬまでこの苦しみを続けなければならぬだろうと恐ろしくなったよ。しかしお兄さんはいつも愉快そうに見えるがな、と少年は言いました。なぜなら頭はきれいに分けているし、靴はピカピカに光っているし、口笛など吹いて歩くし、どこにも苦労なんかなさそうだからでした。そんなに僕が見えるかえ、と青年は笑って話の後を続けました。それは僕もたまにはダンスをやるし、映画やスポーツを見にも行くさ。何しろ行き詰まるような世の中だもの。それくらいは仕方ないだろう。だがそんなことしたって何にもならないよ。ただ憂鬱を感じるばかりだ。ところが本当に考えさせられることがあった。街を歩いていた時だ。突然頭の上の拡声器から女の声がが鳴り始めて、夏物の投げ売り宣伝や駅前に喫茶店が開業した広告や、その他うるさくさえ思ったのを、何町何丁目の靴店では皆様に良い品をお安くサービスしますと言ったので、僕は早速その店へ行ってみる気になった。それほど靴が必要に迫られていたのだ。すると確かに他の店よりは良い品が安く買えるので求めたのである。時節柄皆様の身にもなってみまして、手前どもは食べていければいいという精神でご奉仕をしていますと主人は言った。今時こんな考えを持つ者があろうかと、なんだか嘘のような気がしたけれど無情に嬉しかった。そして急にこの世の中が明るくなったようで、希望が持てたのである。たとえ食うために身を機械にしてアナウンスしても、あの女までがいい仕事をしているように見えて、僕は自分を恥ずかしく思ったのだ。お兄さん、すると自分のことばかり考えず他人のことも思うなら、この世の中は明るくなるんですね、と少年は聞き返した。それも一人や二人ではダメだ。道を歩く者、電車に乗る者、めいめいが職場を持っている。そして社会と関係のない仕事というものはないのだから、みんながその気になればいいと思うのだよ。二人の話を聞いて、その日から少年にアパートの人々を見直す気が起こったのでした。